松本大コウモリ傘1郊外の深海地の麦畑からひょろひょろ続いてきたような道に沿ってとびとびに店屋がある商船愛駅からわずかに数丁のところであるが 世間の景気が悪いせいか軒並みに家が立ちそうに見えていながらまだ雑草の生えた空き地がかなり残っていた青物をわきなっている村田屋は軒の外まで台を出して頭のてっぺんの薄くなった亭主が「一山いくら」と書いたバナナやオレンジを前の側から並べていた久しく続いた天気が崩れて前の日から降り出した雨は昼過ぎまでトタン屋根に音を立てていたが そのうちに雨がやんで雲の切れ目から発光が差してきたそして暮れ形にはぬぐったように雲が晴れて黒く澄んだ空にみずみずしい星が光っていた通りのうちには新しくできた数個があるが店頭にまぶしく伝統をつった村田屋だけが明るく闇の中に浮き出していた往来にはところどころにペンキを塗りこくった街灯がついている 村田屋では大骨の高い痩せたカミさんが電灯の下で帳面をつけているうるさいねこの子は散々飴チョコを食べておきながら今度は何が欲しいっていうのかみさんはいつもの甲高な声でどなった土間続きの6畳にはまだ電灯がついていない白っぽい服を着た女の子が 薄暗がりの中でぐずぐず鼻を鳴らしていた「落ち川は何だって言うんだい」「なんだか知らないがそう大きな声を出しなさるな」向こう向きになっている亭主がたしなめるように言った「また本を買え」と言うんですよついこの間買ってやったばかりなのにもう見てしまってどこかへ捨ててしまったんですよ 肉肉しげなかみさんの物言いを聞いて亭主はまたかというように嫌な顔をした雑誌なんぞはいくらでもないから買ってやるがいいんだお前さんそんなこと言ったって今日日日雑誌は安くないんだよ毎日言うなり次第に買っていたんじゃこんな信頼はたちまち曲がってしまうからね気をつけて口をきけ そんな大げさなことを言う奴があるものか。雑誌を買うのがいけなけりゃ、穏やかに言って聞かすがいい。私には穏やかだなんて、そんなお嬢様のような芸当はできませんよ。それにこの娘と来たら、私の言うことなんぞ聞くものですか。バカなことを出しやがるな。誰がてめえにお嬢様の真似をしろと言った 女っていうものは優しいのが取り柄なんだ。それをてめえはどうだおちかのことといえば目の仇のようにけんけんしやがって。何も私はなさぬ仲だからってこの子をいじめてるんじゃありませんよ。そう人の娘の真似をして雑誌ばかり買っちゃやりきれませんよ。人のことは誰だ 山川のところのガキか。そんなら、こっちじゃ、いくらでも買ってやれ。お前さんは、またなんだって私の兄に突っかかってばかりいるのだろうね。一体私の兄がお前さんにどんなことをしたっていうの私にはさっぱりわけがわからないんだよ。あれでも私には、たった一人の兄なんですからね。 俺はな、まっすぐな仇の商人なんだ。月給取りだなんて威張ったって、たかが銀行の小遣いじゃねえか。俺は、酔っ払って嫌に絡んでくるようなやつは大嫌いよ。二言目には、うぬの娘の自慢をしやがって。何ですね、つまらない。 娘の自慢を親がするのは当然じゃありませんか亭主は最初丹念に並べていた果物を台の上へ放り出してかみさんに食ってかかったが上がりかまちまで出てきて2人のいさかいをおどおどしながら見守っている娘の顔を見ると急に調子を変えていいかいおいあまり母ちゃんに世話を焼かせなさるなよお前はもうとうじゃないか そんなアメチョコなどをいつまでも口に入れていないでいい子だから顔を拭いてお父ちゃんのタバコを買ってきな亭主は腹かけの丼から十銭白銅を二つ出して子供の前へ放った戦災の残していったその女の子が原因になって夫婦はよく口汚く怒鳴り合うことがある 亭主は非常に小煩悩であって五歳を迎えるようになってからママ子の地下がいじめられやしないかという先入観念が働いて絶えずそのために余計な邪水が出たかみさんはごくありふれた当たり前の女であったがそうした邪水がしげしげ繰り返されると意地を悪くして亭主へのあてつけにわざと娘につらく当たるようなことがあった チェリーを買ってな、残ったので紙でも鉛筆でも買うがいい娘のちかは土間の隅から拾ってきた泥まみれのゴム靴を履いて暗くなった外へ出て行った夫婦はそれっきり口もきかずに各自の仕事をしていたがかみさんはやがて帳面をポンと机の上へ放り出して座敷へ上がってしまった 台所の破れ障子に赤っぽく伝統が映った亭主は手を休めて台所に動いている姿をしばらく見ていたが店先に人の気配を感じて振り返ると紺がすりを着た少年がぶらりと手ぬぐいを下げてスッと店先を通っていったその他に洋服を着た勤め人風の男がゴム長靴を履いて ぬかるみをピシャピシャと停車場の方へ行くのが見えただけであるおやおかしいぞ亭主は思わずつぶやいた軒下の張り台に並べておいたはずのバナナが一山だけ紛失しているのに気づいたのである今の野郎がさらって行きやがったのかな彼は表へ出るつもりで二足みやし歩きかけている間に 自分が並べたと思ったのは思い違いであったかもしれない。などと考え直した。そこへ顧客回りをしていた小僧があたふたと駆け込んできた。だんだん今店から出て行ったお客は何を買って行ったんです。逆なんぞありやしないよ。そうですか。でも海中へ何かいっぱい？ 押し込んでかけていったやつがありましたよ小僧は針台を見回しながらけげんそうに言ったじゃあやはり今の野郎がバナナをさらって行きやがったんだなあれはね建具屋のところの近郊ですよ建具屋っていうのは教会の隣かいあそこのガキだな よし今度ひどい目に遭わせてやるあいつは有名な不良少年なんですよと言いながら裏口へ回ったがもう建具屋の近郊のことなどは忘れてしまったらしく口笛でストトン節をやっていたそれからかれこれ30分もたったがたばこを買いに行った娘はまだ帰ってこなかった 小僧が夜食を済ましてから停車場の辺りまで見に行って、虚しく戻ってきた。かみさんが銭湯に出かけるとき、その辺りで会うかもしれないから、会ったらお湯に連れて行きますよ。と言ったが、1時間ほどしてかみさんはやはり一人で帰ってきた。9時になって、亭主は初めて停車場そばの交番へ届けてた。彼は、 駅から道路をまっすぐに荒物屋の前へ出てそれから右へ折れて自宅へ帰る心づもりであった彼はこんなことをしている間にも娘は遊び疲れてすでに自宅へ帰っているかもしれないと思ったが万一帰っていなかった場合を想像してめったに敷居をまたいたことのない山川の家まで行ってみた山川というのは村田の妻の実刑で 互いに近所に住んでいる間柄からも親しくなければならない親類同士であるのに、どうしたわけか、村田とは犬と猿のように仲が悪かった。山川は一国で変わり者で近所交際もしないせいか、土地ではあまり評判が良くなかった。彼は村田と同じように妻に先立たれ、10歳になるおひでという娘と二人きりで暮らしている。 家は角のわ物屋から反対に左へ曲がった通りのうち小さな二軒長屋の一つで彼は数年前から四谷大城戸にある中川銀行の小遣いを務めている粗末な節穴だらけの戸は内部からぴったりと閉まっていて伝統が消えていた村田が戸をたたくと隣の神さんが起きてきておいは村田さんですか お隣は今日は出番ででなんですよ。何かご用ですかようでないんですが自宅の地下が夕方使いに出たまんままだ帰ってこないので心配しているんです交番へも届けて散々この近所を探して歩きましたがもう探すところがなくなってまさかとは思いながら 念のために凛家へ寄ってみたんですよおちかうがいなくなったんですってお友達のところで遊んでいるとしたってこんなに遅くなるまで家へ戻らないということはございませんがね学校が同じですから何かおひで坊が知っているかもしれませんかみさんは裏口から南京錠を外しておひでの寝ている部屋へ入っていった おひでは起こされてほとんど夢心地でまじまじ2人の顔を見守っていた村田の話を聞いて「学校では見かけたけれども帰りはどうしたか知らない」と言った村田は宙を飛ぶようにして家へ帰ったが娘はやはり戻っていなかった一晩のうちに暑くなったりヒヤヒヤしたり気候が恐ろしく変わって 不安のうちに夜が明けてしまった2翌朝同じ愛知町の村田屋から一丁ほど先の教会のそばを鉄道員が通りかかった黄色い花をつけてカキのように並んでいる山吹が一部分ぺっしゃりと倒れて露房におびただしく花が散っているのを見て 男は何気なく背伸びをして草むらを覗き込むと、10歳くらいのクリーム色の洋服を着た女の子の死体を発見した。男は仰天して人し、人殺しだ人殺しだと叫びながら、人のある方へ駆け出した。教会の隣にすぐ建て具屋がある。朝がまだ早く、 半分開けた天戸の外で1 5六6の少年が自転車の掃除をやっていた一番先にその声を聞いた少年は自転車を放り出しておいてバタバタと現場へかけていった続いて声を聞きつけた建具屋の親父と雇い人があたふたとその方へかけていった2人が現場へ着いた時には中年の牧師や通りがかりの者が45人死体を取り巻いていた 被害者は前夜から行方不明になっていた八百屋のお知であったそのうちに野次馬が集まってきて村田屋へ知らせるものがあったので息を切って駆けつけた夫婦は変わり果てた娘の姿に声を上げて泣いた巡査が来た電話によって所轄 S 署の司法主任が数名の署員を連れて出張した まもなく警視庁地方裁判所から判検事と捜査課の一行が到着してとりあえず教会を本部として取り調べを開始した被害者は考殺されたもので死後10時間以上を経過していた被害者は右手に10銭の白銅を固く握っているエプロンのポケットにはチェリーと紙に包んだアメチョコが1つ入っていた こうした少女が盗むに足るほどの金を携帯するはずがないことは分かりきったことであるからしたがって犯人が物取りの目的でないことは明らかであった変態性欲者の仕業ではあるまいかという最初の疑惑も医師の診断によって打ち消されてしまったそんなふうに犯人の範囲がだんだん縮められて強人、残忍な活動写真から影響された不良少年の処意 あるいは被害者の親に怨恨のある者の,の復讐行為こうした者の,のうちに目星をつけてゆくことになった最初に少女の死体を発見した奥沢機関士は次のように語った私は近くの建具屋の前まで駆けてゆき死骸があることを告げて表で自転車の掃除をしていた小僧と一緒に現場へ戻りました その時はもう牧師さんのほかに通り合わせた者が2、3人死骸のそばに立っていました。それから殺された女の子の両親が来たり、純さんが来たりして大騒ぎでしたが、さっきの小僧はその頃から見えなくなりました。小僧の態度は今考えると不思議でなりません。その時まで平気で死骸のそばまで行った奴が、 顔を見ると急に顔色を変えて、ガタガタ震え出しました。被害者チカ子のチップ村田は係官に向かって、それについて思い出しました。昨夜チカが家を出て行くと間もなく、私が脇見をしている間に、店先に並べておいたバナナを盗まれました。盗んだ奴は、 てぐ屋のせがれの金三郎です私は娘を殺した犯人が必ず金三郎であるとは考えませんが娘の死んだことと金三郎との間に何か因縁があるのじゃないかと思いますと何事か確信があるように言い切った村田屋の小僧は、 これまで数回金三郎から金銭を強要され応じなかったためにオーダーされたという新事実を陳述したそこへ小林という刑事が外から帰ってきて何事か捜査課長にささやいたそれは現場に近い寂しい道路にバナナの皮がたくさん投げ捨ててあった事実からこの土地に入り込んだ不労者が盗んだか買ったかして食事代わりに食ったものと想像し そうした不老者とこの犯罪に何らかの関係があるのではなかろうかということであった大体の捜査方針は立った村田屋でバナナを盗まれたる事実があるので一方金三郎の行方を減誕するとともに S 町 I 町の工作場付近に散在している土工部屋をしらみつぶしに調べてそうした不老者の身元を洗ってゆくことにした さらに刑事連は手を分けて、怨恨関係から村田屋の知人演者方面を調べていくことにした。村田屋の親類は現在東京に数人あるが、地理的関係で小林刑事は同じ愛町に住んでいる山川を訪ねた。この両家は親類でありながら反目しているという界隈の噂を聞いていた小林は、ある期待を持っていた。 二軒長屋のとっつきのうちの上がりかまちに四十滑降の赤黒い顔をした隣のかみさんと二人の子供がしょんぼり座っていた一人は五つほどの男の子で目鼻立ちを一見してかみさんの子であることがわかるもう一人は十歳ほどの女の子でこれがおひでという山川の娘であったまだようやく九時半で 山川は帰っていなかったみさんもおひでもその朝の殺人事件を聞き知っていた山川さんは昨夜は宿直でございまして夕方7時少し過ぎに講師先から私に声をかけて家を出て行きました宿直の時はいつも私に後を頼んでいらっしゃるんです私はそれから15分ばかりしてお隣へ行きました 火鉢の火や台所の後片付けをするためでございますそういたしますと家へ置いてきたこの子が便所の戸を叩いて鳴き声を上げているのが聞こえました便所の戸は蝶子がで外開きになっておりますので廊下の戸がぴったり閉まっておりませんと使えて開きませんのですそれで私は大急ぎで玄関の格子も何も開け放しにして 家へ飛んで帰って便所の戸を開けてやりましたその時ひーちゃんもおひでのこと私についてきましたこれはおとなしくひーちゃんと遊んでおりますし私は台所にごたごた用事があったものですからその方にかまけておりましたがふと最前慌てていたためにお隣の格子戸を開け放しにしてきたことを思い出し 人様に頼まれておきながら格子戸を開けしにしておいてもしものことがあっては申し訳がないと思ってすぐ閉めに行きましたところがどうしたわけか格子戸はちゃんと閉まっているんですそうして縁側に広げてあったコウモリ傘がなくなっていましたかみさんはこうした長屋住まいの夫人に似ず容量よくはっきりと言った そんなふうで時間の記憶もかなり正確であった見渡したところ家具といいちょう度といい大してめぼしいものはないが廊下に数枚のぬれた古新聞紙が散らばっているほか家の中は貧しいなりにきちんと片づいているおとといはひどいふりでしたので山川さんは会社のお友達とかからコウモリ傘を借りていらっしゃいました昨日も午前中は雨が降っていましたから 縁側へ新聞を敷いて陰干しをなすったのでしょう山川さんは口数の少ないむっつりした方ですけれどもそういい方で細かいことに気がついてよくうちの子供などにもおもちゃやお菓子などを買ってきてくださいますそれに大変几帳面でして会社はこれまで一日も欠勤したこともなく一日おきの宿直の日は 夕方7時10分過ぎにはハンデを押したように家を出て翌日9時半に家へ帰ってきますお酒はお好きのようですが外でいただいて帰るようなことはめったにありませんでしたかみさんは口を決めて山川を褒めちぎったが村田屋との経緯を聞かれると言いにくそうに本当にそのことだけはどういうわけか存じませんが 村田屋の旦那と山川さんとはまるで前世からの敵同士のように憎み合っているんでございますよと言った9時半に山川は宿直を済まして帰ってきた何力のないヒラメのような顔色をしてのっそりと家へ入ってきた彼は見知らぬ男が座敷にいるのを見てびっくりした様子であった彼は刑事から始終の事件を聞いて 自分が子煩悩であるだけに日頃のいさかいも忘れて心から村田のために同情したコウモリはどうしたね。小林は突然訪ねた借りてきたものだから返しました山川は悲痛な顔をして娘の死を悼んでいる最中にこうした尋問を受けてきょとんとして答えたが次の質問を待つようにちらっと相手の顔を見た それから小林は山川の前夜の行動について一通りの質問をした彼は隣のかみさんの言葉通り暮れ方7時10分に家を出て街角の荒物屋の主人と23分立ち話をして7時30分ごろに発車した電車に乗ったと答えているその陳述は虚構ではないらしかった荒物屋の主人はその時刻に店先に出ていて 山川と天気の挨拶か何かしたと証言した愛駅の改札口の少年は時間を正確に記憶しないが確かに山川を見かけたと言っているその時の山川の所持品については二人とも何らの記憶もないと言っている山川は関係者の一人としてその場からひとまず S 署へインチされた 3死骸の発見されたのは町の東外れで娘がタバコを買いに行った家はそれからずっと西にあたっている停車場方面へ行った娘がどうして再び家の前を通り過ぎて寂しい教会の方などに行ったのであろう小林は一旦村田屋へ行って 娘がタバコを買いに行くまでの経路を主催に聴取してから10歳の児童になったような無心な心持ちで停車場通りの方へ歩いて行った荒物屋の角を左へ曲がって45に行ったところにタバコ屋があったチェリーを一つ小林刑事は10銭の白銅を勘定台へ置いたチェリーは品切れでございまして。 もう長いこと来ません店番をしながら針仕事をしていたばあさんが言った昨日チェリーはありませんでしたか昨日どころか問屋ではもう1週間も持ってきてくれませんですよ小林刑事は店を出ると明るい停車場の方へ引きつけられていった 駅の売店でもまたチェリーを聞いたがやはり品切れであったそこで彼は元の荒物屋の角まで引き返してきて娘の家とは反対に左側の道路を曲がっていったそこから娘の叔父の家へ行く途中一丁ほど行ったところに自転車屋があってそこで副業にタバコをわきなっていた小林刑事はその家でようやくチェリーを手に入れた 白道と引き換えにチェリーを渡してくれた主人の言葉によると殺された村田屋の娘は前夜7時半近くに一人きりでタバコを買いに来たということである被害者地下は停車場前までチェリーを探しに行きようやく山川の家のそばで売れ残りを手に入れたわけである小林刑事はこの小さな実習にすこぶる満足して 次の商船電車に乗って新宿へ行き山川の勤務先の中川銀行へ行った縦具屋の金三郎は浅草の活動写真の常設館から出てきたところを張り込んでいた刑事が難なく押さえて S 署へ連行した金三郎は前夜停車場通りの銭湯へ行った帰りに村田屋の前を通ると店主が向こう向きになっていたので 先頭に積み上げてあったバナナを盗んで逃げたが彼はそれを自宅へ持って帰るわけにはいかなかったので人通りのない寂しい横丁へ入って食べてしまったということであるお前がバナナを送ったのは自宅の近くのせんべい屋の横丁だろうしかしそれは8時前でその晩お前が家へ帰ったのは9時過ぎだそうだがそれまで何をしていた 駅の方へ遊びに行ったのです。どこを通って駅へ行った横丁をまっすぐに行って、小袋の方から回って行きました。バナナを盗んだので、村田屋の前は通れなかったのだな。お前はその次に女の子に出会ったろう。い,いえ、女なんかには会いませんが、バナナを食ってる時大乳道が現れてきたので、 私はびっくりして木の陰に隠れ、それをやり過ごしておいてむちゃくちゃに逃げました。大乳道とは何だなんだか知りませんが、丸坊主のとても大きなやつでした。金三郎は今でも恐ろしそうに身震いをした。金三郎は街を一周して9時過ぎに帰宅した。 その翌朝、親父に言いつけられて自転車の掃除をしていると人殺しの騒ぎを聞いたので、仕事を放っておいて現場へ駆けつけた。見ると村田屋の娘だったので、前夜バナナを盗んだことを思い合わせて、急に怖くなって逃げ出したのだという。金三郎の言葉には偽りはないらしかった。係官は的が外れたので失望したが、 金三郎の出会ったという大入道は少なからぬ興味を持ったそこへ小林刑事が勢いよく入ってきた面白いことがある今山川の勤めている銀行へ行ってきた彼は木綿張りの大きなコウモリ傘を大切そうに抱えていた金三郎と入れ違いに山川が引き出された彼は傘を見るとぎょっとして 目のやり場のないような顔をしたお前が同僚から借りてきた傘はこれだろう。あげてみろ刑事は鼻の先に傘を突き出した山川はうろうろしながら言われるままに傘をいっぱいに開いた同時にあチちょこが一つ足元に転げ落ちた山川は顔が真っ赤になって すぐと青くなった。彼は傘を持ったまま、たじたじと後ずさりをした。どうだ村田屋の娘がしゃぶっていた飴チョコだぞ。お前は一旦停車場まで行ってから借りてきた傘のことを思い出して、近道をして家へ取りに帰ったろう。その時、お前の家の戸が開け放しになっていたろう。 お前は家へ入って傘を取って、それから戸を閉めて元の道へ引き返そうとしたとき、村田の娘を見かけたろう。お前はそこで娘の首を絞めて、そのまま死骸を担いで裏通りから教会の脇の空き地へ捨ててきたろう。お前は七時十分に家を出て、いつもより十五分遅れて銀行へ着いた。 実際は30分遅れるところを時間の埋め合わせをするためにいつも乗らないしない電車に乗ったのだ。お前のがま口に電車切符が一枚残っている。これはお前が乗りつけない電車に乗ったので習慣的に往復切符のつもりで買ったのだ。この頃は通行税がなくなったので片道も往復も賃金は同じ割合だから。 お前のように毎日市電を利用しないものは往復切符を買っておく必要はないのだ。死んだ娘は口をきかないが、娘のしゃぶっていた飴チョコがこの傘の中に隠れていて、お前の罪を暴いている。小林刑事の言葉に山川は一言もなく罪に服した。 金三郎が見たという大入道は山川が死骸を担いでその上から街灯をかぶっていた姿であった犯罪の動機は日頃から親同士が仲が悪かったこと同じ小学校に通っている娘同士が首席を争っていたこと最近村田の娘が山川の娘を追い抜いて宮長になったこと こんなことが怨恨となっていたときに、たまたま誰もいない暗いところで娘を見かけたので、ふと悪魔の機会をつかんでしまったのであった。